はい、こんにちは、佐々木ひかるです。今回はね、クエスト消化会ってことで、このホームランソードでやってないクエスト、このおばさまザマス、おい、こちらの虫風呂はビオニードデルカザールでも評判なんざますが、私にはちょっと物足りないザマス。こんなぬるい虫風呂ではアテクシのお肌には効果がないザマス。これではわざわざ来た甲斐がないザマス。ぬるい、この暑さの暑さを感じない。丁に聞いてたますが、昔は地獄の火炎石というもので軽く揚げた熱い蒸し風呂があったそうざます。地獄の火炎石、お前なんてそんな石で焼かれてしまえ。言い過ぎ言い過ぎ。そこのささらへんの、あった、褒美をあげますから、あてくしのために地獄の火炎石とやらを手に入れるざます。いや、この野郎、なんで金持ちのためにそのことやんなきゃいけないのよ。お暑いのが好きでしょ。ホムラの里にいる貴婦人に蒸し風呂の火力をあげたいので、地獄の火炎石を手に入れるざますと頼まれた。ざますと頼まれた。ん？報酬スライムオイル？いいやつ、それ。あまり良さげな報酬には見えないが、もう金持ちなんだから、もっとたんまり金よこせよ。おお、いい返事、ザマス。アテクシのためを断らないことは最初から分かってた、ザマス。いいざますか？地獄の火炎石は地獄の送り火というモンスターが持ってる特別な石、ザマス。地獄の送り火が日の出数の中に住んでる、ザマス。くまなく探して見つける、ザマス。うるせえ、ザマスだな。さあ、アテクシのために地獄の送り火を倒して、地獄の火炎石を手に入れてくる、ザマス。ちゅうことで、お熱いのが好きでしょ。この野郎、ちょっと金持ってるからって、この野郎、貧乏人だと思って、なんてこと言ってくるんだ。怒りすぎ、怒りすぎ。あ、いや、日の乃木火山にまず行こうかな。そして、日の乃木火山のあの、なんだっけ、ドラゴンやっつけたところにやってきました。ここに、おそらく、あ、ちょ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 。地獄の送り火がいると思うんだけど、どうだったかな、ちょっと歩き回ってみましょう。お、出てきたよ、一緒に出てきたよ。マッチマンとぶつかったら、このメガトンケールをぶつかったら地獄の送り火が出てきたよ。ありがとうございます、ザマス。おやつけ、結構苦戦したぜ、強い。で、落として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 、落としてくれない。お、よしよし、あ、倒したらこうやって戦闘後に手に入るタイプのやつね。びっくりさすな。手に入んないもんだと思った。地獄の解析を、先ほどの虫風呂のいる、デブ貴婦人に渡してやろう。鼻につく貴婦人に渡してやろう。おい、行けすかねえ貴婦人、持ってきてやったぞこの野郎。そろそろ地獄のグルビをやっつけて地獄の解析を手に入れたざますか。いや、もうほんとお前なら梅から見せるんだろ。しょうがねえから地獄の解析持ってきて、お前。これで体中の毛穴という毛穴からそのデトックスするように汗を垂れ流しやがれ。口回ってない。これが地獄の火炎石、ザマスか。おほほ、これで蒸し風呂の温度を上げて、ツルツル美肌効果をバッチリ、ザマス。だが、アテクシってば親切さん、ザマス。使えない蒸し風呂屋のためにわざわざ地獄の火炎石を用意してあげるなんて、あた、アテクシのことを女神様みたいだと思ったザマスね。もっともっと褒めていいザマスよ。まあ、女神というよりは、エビス様よりだけどな。おほほ、君も一種報酬を奮発するザマス。さあ、取っておくザマスよ。スライムオイル。ケチな。スライムオイルがどれぐらいいい報酬かよく分かってないけれども、なんかイマジなんじゃないの。お熱いの好きでしょ。ホマラスにいる貴婦人に頼まれ地獄の火炎石を渡した。彼女は地獄の火炎石を使って蒸し風呂の温度を勝手に高くしてしまう。つまり勝手になんだ。うん、まあね、いっぱいサウナ使って整ってくれ。よし、続いてのクエスト、サマディ城下町にやってで参りまして、こやつやね、研究対象が亡くなったちゅうことだ。どうした。私は天文学を研究していたのですが、研究対象だった勇者の星が夜空から姿を消し、しばらくは何も手につからなかったんです。しかし学者仲間が砂漠から持ち帰ってきた巨星のかけらを見たとき、私の頭上にほとばしるものが。大丈夫、 CT 撮った方がいいんじゃないの、脳波大丈夫。研究を進めるため新たに巨星のかけらが欲しいのですが、かけらの落ちている付近は魔物が多く、私では危険で近づけないのです。お願いです、旅の人、どうか私の代わりに巨星のかけらを手に入れてきてくれないでしょうか。もう学問ばっかりやってっから、その軟弱なんだよ。巨星のかけらを終え、サマディ城下町にいる天文学者に勇者の星の研究のため巨星のかけらを手に入れてほしいと頼まれた。進化の秘跡だって、素材かな。ありがとうございます。まあそれもらっちゃおうぜ。それはありがたい。学者仲間によれば、巨星のかけらはサマディ北の砂漠によく落ちている。よく落ちている。巨星のかけら手に入ったらこれ持ってきてください。よく落ちている。
まあ、とりあえず砂漠行くか。砂漠で探せって、お前どうすんの、俺が喉乾いて飢え死にしたら。いや、引き受けたって言うんだから今驚かなくても。よいしょ、サマディのこのこのね、ケンプ地にやってまいりました。まあ、とりあえずちょっといろいろ砂漠を練り歩きましてね、水分補給をしながら歩き回りまして、口回っとらん。探してみよう、巨星のかけら。お、やっと見つけた。黄色い光ですね。はいはいはい、サマディ王子と一緒にね、倒したあの魔中の住処、デススコーピオンがいたあたりの砂漠のとこですね。もうほんと北、サマディ地方のほんと一番北の方のここっすね。なんかズドンズドン言ってたけど、こっちの方で、ああ2匹同時。いや、こっち目もくれないし、見てよ。おーおーおーおお、はいはいはい、これね、これよし、巨星のかけらを手に入れた。巨星のかけら、あれだ、なんか勇者の星ボーンっつって、それをなんか、なんだ、多分ウルノーガっぽいやつがバッツリ魔王の剣でね、叩き切ってたけど、そのかけらっすね。軟弱な貴様の代わりに持ってきてやったぞ。今は仮説をまとめる段階ではない。もう一度巨星のかけらを調べてみないと、私の推測した内容の裏付けには、おーっと、これは気づきませんでした。旅の人よ、もしかして巨星のかけらを手に入れてくれたのですか。手に入れてくれたのですか、ではないわ。持ってきてあげたんだろ、なんてやつ。お、ありがとうございます。では早速この巨星のかけらを調べてみるとみましょう。これは、なるほど、この巨星のかけらには古代の人たちが使っていたという封印の文様の痕跡があるようです。勇者の星と呼ばれていたくらいですし、あの星には勇者様の大いなる力が封印されていたに違いありません。そうだ、なんかローがね、勇者の星ぶっ壊れる前になんか文字読んでたけど、このかけらにもその文字が書いてあるんだ。それ結構重要じゃん。サブクエストにしておくにはもったいないクエストなのでは。しかし気になるのは、かけらに刻まれた陶器未来の者たちに託すと読める言葉。陶器未来の者たちに託す、勇者のかけらを未来に託すという意味か。うん、これはもっともっと研究してみたくなってきたぞ。旅の人よ、あなたが手に入れてくれた巨星のかけらは実に興味深いものです。私の感謝記事を受け取ってください。進化の秘跡3つ。それいいアイテム。なんかこいつらやたらこういう、なんか俺はね、なんつう、装備品が欲しいわけよ。強い剣や防具が欲しいわけよ。まあいいや、巨星のかけらを終え、サマディ超過分地にいる天文学者に頼り、巨星のかけらを渡した。その巨星のかけらには、陶器未来の者たちに託すという意味の古代文字が刻まれているようだ。陶器未来の者たちということは、なんだ、老子たちが我々の子孫、勇者の子孫たちに何かを託したということなのか。興味深い話、ありがとう。お次のクエスト、ダハルネ。うん、ダハルネの街をひたすら奥に歩いていく。おじいちゃん、自殺しちゃダメよ、落ちちゃダメよ。違う、冒険はええの。こうして心地よい就活を浴びていると、冒険家として世界中を飛び回ってきた若造だった頃を思い出すわい。あの頃、探検船の船長をしていたわしは、船員たちと財宝を探す日々を送っておった。そんな中、すごいお宝を見つけたんじゃ。お宝、それは聞き捨てならねえ、じいさん。伝説の標と呼ばれる賢者の石。お、賢者の石。賢者の石といえば、おなじみドラクエアイテム。あれですよね、なんか、仲間全体を回復させる的な、そういうアイテムですよね。あまたの財宝の山の中にそれを見つけたときは、今でも忘れないほど興奮したもんじゃよ。しかし皇居に帰る航海の途中、突然の嵐に見舞われてのお宝は全部海に投げ刺されてしもうた。あらら、欲に駆られたわしはお宝の後を追って海に飛び込もうとしたが、仲間の生たちに説得され、泣く泣くお宝を諦めたんじゃ。じいさん、なかなか若い頃は無鉄砲な行動力だな。あ、というわけで、伝説の秘宝、賢者の石は、わしの船と一緒に、この海のどっかで静かに眠っておるんじゃ。船も沈んじゃったんね。かわいそうに、船か。の、旅人さんや、わしは死ぬ前にもう一度だけ賢者の石を見てみたい。このお湯風呂の夢叶えてくれんか。お、ミスリルブグのレシピ、ドラクエらしからぬ響き。ダハルネの町にいる老人に、かつて自分の船と沈んでしまった伝説の秘宝である賢者の石を見つけてほしいと頼まれた。こりゃちょっと聞き捨てならん素晴らしいレシピだな。おお、こんなふざけた頼みを引き受けてくれるとはな。何でも言ってみるもんじゃない。わしの船が嵐に襲われたのはデルカダール東の海。賢者の石があるとすれば、おそらくこの辺りじゃ。
しかし海の底に沈んだ宝を探すなど至難の技、船で海に潜るように並んでも見つけることができるんだ。なるほど、マーメイドハープでデルカダール東を探せってことね。まるで雲をつかむような柱だが、もしも賢者の石を見つけたらわしに見せてくれ、この老いぼれの夢をお前さんに託したぞ。了解しました。デルカダール東の海を潜れ、マーメイドハープで。じいさん、具体的なアドバイスありがとう。行ってみよう。はい、ほんでね、デルカダールの東側で潜れるって言ったらもうね、ムーレアしかなかったムーレアしかないんですわ。ムーレア、それ しばらく行ってないな。てか大丈夫、あのなんだっけ、名前忘れちゃった、もうやっつけちゃったさ、魔王の手下の海のやつ、あいつに襲われてから一回も行ってないんじゃなかった？大丈夫、公開しとらん、みんな生きてる。でも世界各地にさ、このムーレアの民たちがチリジリになっちゃったから、もしかしたらこれ潜ってたら結構悲惨なことになってたりしない？あ、いるじゃん、あ、よかったよかった、え、大丈夫大丈夫お姉さん、久しぶり、私は船着き場の管理人魚、勇者様のおかげで海底に漏れてこれたね、俺を言わせて、ありがとう。あ、そうなの、海の上が恋しくなったら私が、え、俺なんかした俺なんかした、あいつを倒したからみんな戻ってこれた的なこと、あ、そうかした、あいつ倒す前に一回か来てみればよかったな、なんか潜れないとかになったのかもしれない。あ、そう、みんな元気、あ、そう、元気そうでよかったよかった。いや、もうちょっとお話しするしかないでしょう。もう久々すぎて名前忘れちゃったわ、人魚の王女王、なんだっけ名前、あー懐かしい、なんだっけ名前忘れた、あ、セレン、セレン、ごめんごめん、セレン、もう完全にこんな美人の名前忘れて、もう僕はダメ。まずはお礼を言わせてください、ジャクラを倒し私たちの海を取り戻してくれてありがとう、あなたのおかげで消えかけていた海底の希望の炎が再び明るく灯りました。忘れないで、胎児が地に落ちたとしてもその意志はあなたの中で生きています。己の信じる道をただ進みなさい。それでは勇者ユダよ、旅の無事を祈っています。すべては胎児の導きのもとに。結構あっさりしてんななんかここに到着したらムービー入るのかと思ったらムービー準備してたのに、心のムービー準備してたのに、全然普通じゃん。お、もしよかったらあの時の変わるし姿の姿に重ねて、俺マジっすか、え、ちょっとやってて、フフフっつって、ワイトイトボンチョンボン、ワイ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 、盛んになった。あれじゃない、これでさ、なんだっけ、沈んだ魚、魚じゃじゃ沈んだ船探せってことなんじゃないの。だからね、あのおじいちゃんのさっきのクエストをね、おじいちゃんの船と一緒に沈んでるっつってたからさ、いや覚えてるよ、なんか海底裁判とかつってさ、この下の方でなんか船いっぱい沈んでたところあったじゃん、ほらこれ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 、この辺の船にあるんじゃないの、あるでしょうよ、ないじゃんえ、ないじゃん、なんか他にも船沈んでなかったっけ、これ、え、船一個だけだっけ、これマップで見るとこれだけだな、あれ、なんか予定ではこの辺で黄色く光っている賢者の石があると思ったんだけど、ない、あ、こんなところに宝箱、気づかなかった気づかなかった、スキルの種ありがとうございます気づかなかった、あ、あった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 、ここか、これか、え、全然船関係ないじゃん、あ、でも船の真上だね、ほら見て、これ地図の地図、これ地図の上層と下層にこう切り替えると、ちょうどこう船の上あたりで、この船がこう沈没していく過程で賢者の石だけはこう違うところに落ちたみたいな設定、わかりにくいわかりにくい、もっと近くに置いてくる、お、賢者の石、え、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、これ、え、普通にこれ回復するやつ、わあ声どっから出てん、賢者の石、仲間全員の HP を、口まんに HP を回復する聖なる石ってことで、あ、これ嬉しいな、誰に持たせておこう、まあ、どっちかっていうとボス戦睨みだから、まあ、回復を持ち合わせていないマルティナに持たしとくか、うん、まあ、絶対マルティナボス戦で使うしね、強いから、やったぜ、ちょっとこれでじゃあ戻ろう、じいちゃんのところに、じいちゃん、あった、海の底にあなたの船っぽい船もあったよ
お、戻ってきよったか。それでどうだったんじゃ、賢者の石は見つかったのか。見つかった賢者の石を差し出した。これでしょ。ああ、そう、それは賢者の石。かつてわしが手に入れた表に間違いない。お前さん本当に見つけてきよったか。ん、受け取らないのかって。この宝を見つけたのはお前さんじゃろ。だからこれはお前さんのもんじゃよ。それにな、わしは悟ったんじゃ。あの嵐を共に乗り越えた仲間たち、それがわしにとっての一番の宝だとな。斎藤佑樹かよ、お前。仲間が一番大事みたいな。違う違う。よし、無理難題にもかかわらず、わしの夢を叶えてくれたお礼にとびきりのご褒美をあげようかの。終わったぜ、ミスリルブグのレシピ。これめちゃくちゃいいんちょちゃう。読んだ、魔剣士のレイピア。すごいな。ミスリルヘルム、ダンシングメイル。全然ミスリル感ないじゃん。装備の名前全然ミスリル感ないじゃん。ダールブの町入れ老人のために書いて見つけた賢者の石を届けた。しかし本当の宝とは共に旅した仲間と悟り、老人は賢者の石を託してくれて、ありがとうございます。魔剣士のレイピアは、これは片手剣ですね。片手剣使いおらんので、今のところブーメラン使いだしね。神ちゃんはいらんかな。ミスリルヘルム、うわ、重厚、守備力38。なんか意外とミスリルヘルミ、ヘルミだって、ヘルム微妙だな。ああ、先日今聖女のティアラ装備してるし、主人公が今装備してるサタンヘルムは魅力も上がる感じ。守備力もそんなに大差ないね。まあ装備するとするならグレイグだけれども、あえてって感じかな。必要ないかなって感じですね。ダンシングメイル。ダンシングメイル。ああ、見かわし率が上がる。ほほー。ああ、でもこれちょっといいのは、マルティナが、マルティナとか、カミュちゃんが装備できるのがいいっすね。ちょっと、二人ともちょっと守備力が低いんでね。ああ、でも、そっか、でも別に。でも今装備しているプリセスローブが一応属性系のダメージを軽減できるのはちょっとでかいかな。守備力は上がるけど、やっぱり属性ダメージ、特にボス戦になってくるとね、だいたいこう属性系ダメージを使用してくるやつらだらけなんで、いらねえかな。あ、そうか、神打ちはしかもこのなんか特別ななんか装備今してるから、いらんな。よって不要。グロッタの町、怪しげな少女、こんにちは。あ、ユダ兄ちゃん、もしかしてカジノへ行く気な。だったらうちのお願い聞いてくれへん。うちな、ハンフリーの兄貴に引退祝いのプレゼントをこうたろうと思って必死でお金貯めたんや。そしたらな、ベシムっていうなりきやるにうちが買おうと思ってたプレゼントをタッチの差で先に買われてしもうたんよ。おろろろ、かわいそうかわいそうかわいそう。ベシム、なりきん野郎、なりきん野郎が欲しがるようなものをお前ハンフリーにプレゼントしようと思ってた。ブランド品か。ガキ無勢が。うちどうしても諦めきれへんくてな、ベシムに譲ってくれるよう頼んだんやけど、子供扱いして相手にしてくれへんねん。ほうほう。そこでヨダ兄ちゃんにお願いがあるんやけど、お金を渡すからうちの代わりにベシムのとこ行ってプレゼントを譲ってくれるよう頼んできてくれへん。めんどくさ。めんどくさ。俺が買ってやるよ。さすがヨダ兄ちゃん、話がわかるね。ほなこれがプレゼントの代金や。こいつをうまく使ってベシムと交渉してけれ。そうだ、3000ゴールド。このクソガキが3000ゴールドを集めるって、この貧乏人が。言い過ぎ言い過ぎ。いや、でも3000ゴールド集めるって結構大変よ。ベシムのおっさんは大のギャンブル好きでな、今頃3回のスペシャルルーレットステージでルーレットに興じてるはずや。あのベシム相手にするには大変やと思うけど、なんとか話しつけてくれやっちゅうことで、なるほど。3回のビップルーム。了解、行ってみよう。ベシム、なりきんベシム。プレゼントか、ビトンかな、シャネルかな、あるいは、それぐらいしか思い浮かばない。ブランド全然わからへんねん。あれ、スペシャル、クエストになってるのか、もしかして。こいつ、お前ベシムか、ナリキンベシムか、ブホホス。おや、このベシム様に頼むことですかね。なるほど、孤児院の女の子がおじがっているハンフリーの黄金像を譲ってほしいと。ハンフリーの黄金像、ハンフリーの黄金像をハンフリーにプレゼントするってどういうこと。そんな欲しくないだろ。ブホホ、そういうことなら僕ちんとゲームをしませんかね。ゲーム、チミがゲームに勝てばお譲りしましょう。何、カジノゲームとかちょっと嫌よ。俺は運ないからすんない。なりきんベシムの挑戦状。グロッタの町にいるベシムに個人の女の子に頼まれた品を譲ってほしいならゲームで勝負しようと提案された。まあいいだろう。俺の運、ベットしてやるぜ。ブホホ。とてもいいお返事ですね。ではルールをご説明いたしましょう。
ルールはとても簡単です。このフロアのルーレット台でジャックポットを当てたらあなたの勝ち。このフロアのルーレット台、ジャックポットを当てるルーレット台はどれであろうと構いません。好きな台を選ぶがいいですね。ただし毎日ここに通っている僕ちんでもジャックポットにお目がかかりません。それだけで当てるのは難しいですね。はあ、了解しました。ジャックポットをやればね。ジャックポットって何？ジャックポットって何？ルーレット？あ、これがルーレットかしら。ジャックポットって何？ジャックポットって何？とりあえずやってみるか。ジャックポットって何？ルーレット。これか。これで、そのジャックポット。な、要は当たりでしょ？何？一番いい当たりを当てればいいってこと？あ、一点掛けで狙えるじゃん。なるほど、なるほど。わかった。ルーレットでこう赤色とか黒色とか、そういうふうに書ける書き方ではなく、数字一点外で当てるとジャックポットっちゅうのね。なるほど、なるほど。こんなん当てられんでしょ。一点外。はあ、ここってやると9。ああ、なるほどね。この、なんだ、いろいろ書き方があるんだ。このラインで書けたりとか、この1から12とか言ってみたりね。ああ、いろいろあんだな。へえっつって。無理よ。無理よ。それでいて、とりあえずちょっとじゃあ、7番に、ラッキーセブンの7にかけて、スタート。やってみましょう。スタート！うわぁ、緊張する。7。7来い。来い。23。かすりもしない。かすりもしないわ。なるほど。外れ。あ、ルーレットって、あ、100コインのルーレット、10コインのルーレットとかあるのか。これ真ん中のやつじゃなくていいのね。そ、なんだよ。お前1000コインも、もう買っちゃったよ。お前1万4000ゴールドだよ。なんだよ。あ、そう。じゃあ何でもいいんだ。お、パフパフ、ビップ会員ならではの、ビップ会員ならではのパフパフを楽しめるですって。ラッパ。はい、どうも。はい、どうも。ん？ねえ、このタワーのこと知ってる？これはジャックポットタワーっていうの。そして私はジャックポットバニー。ジャックポットバニー。興味があるって顔してるわね。お兄さん、割と生きてるし、この私がジャックポットのこと教えて、お、ジャックポットのこと教えてあげましょうか？聞き捨てならねえな。教えてくれ。今もう俺はジャックポット欲しがってんだよ。ふふ、そうこないくっちゃ。じゃあ、早速教えてあげればね。ジャックポットは大当たりのことで、ジャックポットが出ると、いつもよりたくさんのコインがもらえるの。例えば、スロットやってるときだと、メタルスピン中に777が揃うとジャックポットが出るわ。あと、ルーレットをやってるときだと、かけた数字に玉が入った上でジャックポットのマークに止まること。それはそんなの知ってんだよ。私のそばにあるのはジャックポットタワー。タワーに溜まっているコインの量によってジャックポットで出るコインの量が変わるわ。へぇー。タワーに溜まっている量が多ければ多いほどもらえるコインの量も多くなるわよ。タワーの中に毎日増えていくの。でも他のお客様がジャックポットを出しちゃったらタワーのコインも減っちゃうから注意したの。まあだから日によってジャックポットの出る率がゲーム内で変わってるのかな。あとジャックポットが出やすくなる時があって、その時が来たら私の直感で分かっちゃうから大変サービスで私に教えてくれる。マジ？えらい気に入ったの俺のこと。それじゃあ楽しんでいって。え、ちょ、今日は何回聞く？違う。今日のジャック。お？え、ちょ、え、あれ？あ、ビビッと来ちゃったわ。そろそろジャックポット当選者が出そうな予感がする。マジ？ジャックポット当選者が出そうな予感。やろうぜ。ちょっと今日やろうぜ。200枚。200枚で大丈夫かな？え？ちょっと今、1000枚あるんで5回できるけど。もうこれも常にもう7番よ。俺7番オンリーでいくわ。当たると36倍。GO！ はい、7来い。ラッキーセブン。俺7しか信じねえ。7しか信じねえ。いや、もっと転がってきて！もっと転がって！ 33。33。ジャックポット。もういや止めて、来い、ちょ、マジ来る、行き過ぎなんだって。遠いな。いやー、すっと11に入ったな。いや、遠い、お、いいよ、もう、来い。
来い、あ、隣あ、もう一人、や、全然違う。お、これ途中で追加できんだ。4万ゴールドで2000コイン。もうちょっと少なくていいんだけど。前は買ってやるよ、4万ゴールド。よしよし、もうくれてやる、ほら。おい、言ってろ、ほら。ですね、3000コインをすべて溶かしたんで、6万ゴールドを、溶かしました。ルーレットに。ルーレットに、6万ゴールドも溶かしまして、ちょっとレートを下げたいと思います。おいおいおい、お前、ジャックポットバニー。全然出ないよ。いや、皆さん。当て方が全く分からずね、大変申し訳ない。ネットで調べてしまったんですけれども、どうやらね、こういうふうにね、全ベッド、こういうことをしていいらしいんですよ。これだったら必ず当たると。こういうやり方をして、で、ジャックポットってルーレットのね、円形の一番上にジャックポットって書いてるところがあるんですけど、そこに、なんだ。当たりのやつがぶつかればいいみたいなんですよね。でまずこうやってやって全部かけましたと。はい。で、こうやると、まず必ず当たりますと。で、あのジャックポットって書いてるでしょ？あそこの矢印のところにボールが入ったところが止まればジャックポットらしいんですよ。で、まず入りましたと。はいはいはい。で、これ26側のジャックポットのところに止まればジャックポット確定っていうことらしい。で、これ当てればいいってことじゃないみたい。はい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 。で、あたり、つって。これをだからずっとやり続けるって感じか。はい。やっていきましょう。おちょっ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 ともう一声、惜しい。これが28とか止まると、これジャックポットということで。はい。言ってくれよ。止まって、やーはーなんで、いい、もういいじゃん。いい、にょー。にょー。はい。というわけでね、全然当たんないで、もゴリゴリにネットで調べまして、ゴリゴリにネットで調べまして、このジャックポットを当てやすい方を調べまして、まずこのジャックポットガール、バニーか。ジャックポットバニーがこうやってジャックポットの当選者が出そうな予感つって教えてくれるんですけど、これが、2種類あるそうで、そろそろジャックポット当選者が出そうなっていうのと、高確率でジャックポット当選者が出そうなっていうのと、あと、何も言わないっていう3パターンがあるみたいなんですけど、この今画面上に表示されてるこの高確率でジャックポット当選者が出そうなっていう状態にすると、まずジャックポットが出やすくなるそうで、で、これはなんか宿屋に泊まったら毎日こうリセットされるみたいなんですよ。で、まずこれをやるために僕、約1時間ですね。約1時間よ。1時間、宿屋に泊まりはこのバニーのところに来て話しかけ、宿屋に泊まってはバニーに話しかけというね、軽くストーカー状態でやってまいりまして、はい。やっと整いましたよ。整いました。で、この整った状態で、さらに、10コインルーレットの方で、さっきもやった通りですね、全部にかけていくという感じで。こんな感じだ。これで、ルーレット必ず当たるから、あとはジャックポット待ちという感じでございますよ。いや、1時間かかったから、高確率って、バニーちゃん言うまで、ほんと時間かかった。で、これで止まります。はいはい。まあ、1回目じゃ当たらんから。よし、こっからあと何回で、何分でいけるかという勝負。やってまいりましょう。はい、透かしてく。もう一息言ってくれないとダメですね。はい。もうなんなの、先から。俺の気持ちをもてあそばないで。あ、いいんじゃない、足りない。ちょっと、来た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 
喜ぶ。いや、いいじゃん、当たりで。何だったんだ、今の喜び。返してくれよ、俺の喜びとテンション。すかしてくれ、ちょ、すか、ちょ、ちょ、くった、スタッフ、スタッフ、スタッフ、いや、またかよ。またかよ。どんだけすかすんだ。あ、この滑り具合はちょうど切って、ストップ、止めないでください。もういつになったら終わりだよ。いつになったら、いつになったら終わるんだ。いや、いいんじゃない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 、もう一滑り、もう一滑り、もう一滑り、来た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 、あーやった、よかった、泣きそうだよ。押せよ、ジャックポットかかったかかった、ありがとう。もういい、もういい、もういい。これがジャックポットですね。11番にボールが止まって、さらにジャックポットのところに出ると、1、10、3万、そんなもんか、そんなもんか。まあいいや、はい、もういいです。いや、かかったかかった。これですね、賞味この高確率ですよと言われてから、だいたい3、40回、手元だと35回ってカウントしてるんですけど、ちょっと数えなんか間違いがありそうなんで、まあ、30から40回ぐらいやって、時間にして約50分、50分、高確率ですよって言われるまでに1時間、それからルーレット50分、その前になんか間違っていっぱいやってた分が30分で、約2時間半でしょうか。このクエストマジ鬼畜、鬼畜クエスト。おい、てめえ、ほんと、俺の時間返してくれ。ブオー、見てましたよ。まさか本当にジャックポット当てるとは、ボクシング思ってもみませんでしたね。いや、負けて悔いなし。最高に興奮しました。まずはボクシングカード5秒受け取るがいいですね。ラッキーベストごとき。俺の2時間半がラッキーベストごときかい。いらねえよ。ハンフリーのおごぞのことも心配無用。個人に使うやって連絡しておきました。ボクシング約束守るタイプです。のこのこ、お前、ズルメケの終わりには約束守るんだな。ズルメケは約束守らないとは言われて。そんな話じゃないが。もしボクシングの言葉を信用できなら、個人に言ってお腹を直接話を聞いてみて。あ、よかった。ナリキンベシムの挑戦状、グルトマチーヌベシムとの勝負にジャックポット出して勝利した。約束したハフリのゴンズはベシムの部下は腰へ行く。どうぞ、ウルルルルルルル。きつかった。きつかったぜ。過去最難関。3万コインか。その前に6万コインぐらい使ったからな。なんかもう、なんだろう。マイナスしかない。マイナスしかない。これ3万コインでちなみに何こう経費もらえんの、これ。うわ、一番上まで行かないのか。小悪魔のナイフだ。あ、違う。こっちもなんか、全然ダメじゃん。もっとじゃん。ああ、上には岩が、口はね、上には岩がありますね。しかし孤児院には似たような女の子が、女の子、あ、この子か、似たような女の子がいっぱいいるかなと思ったけど、この子か。あ、ユダ兄ちゃん、さっきハンフリーの黄金像を孤児院に届けてくれるってベシムから連絡が来たんや。全部ユダお兄ちゃんのおかげや。これでハンフリーの兄貴のかっこいい姿をこの孤児院に残しておけるわ。ハンフリーの兄貴はこの孤児院の英雄。みんなにそのことを忘れほしくなかったから、うちあの像がどうしても欲しかったんや。うちのママ聞いてくれてありがとうな、ってことで。ちゃんと3000ゴールド返した。3000ゴールドなんかじゃ全然足りんかったけどね。数万使ったわ。だってこれ、このクエストやる前まで僕24万ゴールドあったんですけど、今17万ゴールドだからね。7万ゴールド使ったわ。なりきん野郎に金むし取られた。っていうか、あいつカジノの人間で、実は俺から金をむしり取るためにやってたんじゃないかって思うぐらい。
つけた、セーブ。